暗号紙の記事では、暗号、暗号学、暗号理論、暗号技術などに関する歴史的事項を記述する。暗号の起源は古く数千年の歴史を持つ。時間的にはその大部分は古典的な暗号に関するものである。古典的な暗号の暗号化の大抵は紙と鉛筆を使って行うことができるものであった。暗号に使われる道具は、 その長い歴史にわたり、機械工作制度などの進歩に合わせ、少しずつ発展した。暗号解読は暗号化の理念にあって、暗号の歴史と体となる歴史がある。ルーツを言語学に持つ頻度分析の暗号への応用はその初歩であり、そして途絶えることなく進化した。暗号にまつわる様々な事件の約半分はこの裏側にあるとも言える。 技術史から見ると18世紀以降に急激に発展した電気の利用の情報通信への応用では同時に暗号化の要請も重要であった。エニグマのような電気回路の接点網の断続によって信号をスクランブルするこの時期の暗号は次に来たコンピュータの時代の暗号のいくつかの意味で先駆となっている。ケルクホフスの原理は 以上のような古典から近代までの暗号と現代の暗号とを隔てている原理である。そして1940年代にシャノンらによって基本的な法則などが確立された情報と通信の理論による暗号に関する定量的な議論は今日暗号の安全性を検討する基本となっている。また特に現代の暗号の特徴を示す一例としては RSA のような複合と暗号化に非対称の鍵を利用する暗号方式は革命的であった。パーソナルコンピュータをはじめとする個人向けの情報機器の普及によって安全な秘匿通信が個人レベルでも不可欠なものとなった。また、携帯電話での通話の暗号化などユーザーが知らないうちに様々な身近な場所に暗号が浸透してきていて、 プライバシー保護にも重要な役割を担っている。一方で国家によって個人が利用可能な暗号方式を脆弱なものに制限して国民個人を危険にさらす可能性があるようなあるいは鍵を国家機関に預けなければならないものとするなどといった個人がその自由や情報セキュリティを追求することを強権的に制限し 国家のセキュリティを優先させるなどといったような動きが、数軸的な一部の国家に限った話ではなく、むしろ自由を標榜するような国家においても常に主張する勢力があり、定期的に話題の回帰が見られるなど、太古から続くセキュリティと自由の議論は今日も続いている。暗号の起源は起源前にまで遡る。起源前19世紀頃の古代エジプトの石碑に、 描かれているヒエログリフが現存する最古の暗号文とされている。文章中に標準以外のヒエログリフを用いたものがあり、一般のヒエログリフしか知らないものから書いてある内容を隠すのに役立ったと考えられ、これは最も初期の開示式暗号の一つである。スキュタレーのイメージ期限前後世紀にはスパルタでスキュタレー暗号が使用される。 棒と革紐とを使った暗号方式で、革紐上には一見ランダムに見える文字列が描かれているが、この革紐をスキュタレーに巻き付けると、ある行に平文が現れる。スキュタレー暗号では、棒の太さが鍵になっているとも捉えることもできる。棒と革紐を別の人間が所持し、ワップのようにも使ったらしい。紀元前2世紀にはポリュビオスが、ポリュビオス暗号を発明する。 ポリュビオス暗号は、午後イコール25のマス目にアルファベットを記入し、各アルファベットにそのアルファベットが入っている、マス目の行番号と列番号とを対応させる、カエジ式暗号である。紀元前1世紀に登場したシーザー暗号は、ユリウスカイサルが用いたとされ暗号の歴史の中でも、とりわけ有名なものである。シーザー暗号は、元のアルファベットから文字をある数だけ後にずらして、 作成する暗号方式であり、この数が鍵となっている。しかし鍵の数が26しかないため、暗号の安全性はアルゴリズムの秘匿にも依存していると考えられる。それに比べて、文字と文字の対応を不規則にした一般的な単一開示字式暗号は、その鍵の数が26の会場存在し、ほぼ解読が不可能と思われた。替字式暗号は、旧世紀頃には、 アラビア人によって、頻度分析という手法が発見されたことによって、看破された。ヨーロッパではその方面の研究は発達せず、長らく単一回知式暗号が安全な暗号として、使用されていた。15世紀になると、ルネサンスの影響も受け、急速に発達し、この頃にようやくヨーロッパでも、頻度分析の手法が確立した。頻度分析によって、 単一開示式暗号は安全ではなくなってしまった。単一時の頻度分析に対して対抗するための代表的な防衛法としては次のようなものがある。など様々な工夫が凝らされるが15世紀後半から16世紀にかけてそれでも安全ではなくなってきてしまった。同時期にビジュネル暗号などの多標式開示暗号と呼ばれる。 より安全性の高い暗号が考え出されていた。例えば、例えば A が必ず C になるような従来の方法では、なく AA とか BB とか CC という綴りが原文にあっても対応する暗文は CG といったようになるような方法である。単一解字式暗号に比べて安全性は高いが暗号か複合が煩わしかったためあまり使われなかった。 17世紀にあったエピソードに、ニュートンがライブニッツに向けて、微分法と微分法定式の解法に関して述べた文を暗号文にして送ったというものがある。ラテン語で書いた原文をもとに、それに使用したアルファベットを順に使用した個数並べたアナグラムの一種で、現代の暗号学の観点から言うと、解読可能な暗号と言えるようなものではない。暗号のつもりであったのか、 自分の発見であることを示すための一種の言うならば、発誌関数による署名のようなものであったのかは謎とされている。18世紀頃には、外交や軍事上の必要から安全性の要求が高まると、面倒だが安全なビジュネル暗号も使うようになっていった。ビジュネル暗号には、鍵の周期性という弱点があった。変換表は鍵によって逐次切り替えられるが、 鍵自体は固定のため、鍵の長さごとに暗号文を調べると、それは同じ変換表によって単純開示された暗号になっているため、頻度分析によって解読できてしまう。この解読法は19世紀の中頃に発見されて、ビジュネル暗号も解読されてしまった。1895年にマルコーニが無線通信を実現し、暗号の歴史は、 大きな転換点を迎えることとなる。電波による無線通信は特定の相手のみに送信することはできず、味方と同時に敵も通信を傍受できるばかりでなく、手紙等と違い敵の手に渡ったことを検知する手段もない。このため無線通信を扱う上で暗号は欠かせないものになった。暗号機に関する歴史は暗号機歴史を参照。米軍暗号機。 M209 ドイツの発明家シェルビウスが発明し、1925年にドイツ軍が採用した暗号機エニグマは長い間ドイツ軍の通信の秘密を支えてきた。エニグマの暗号方式はカエジ式暗号の一つだが、3枚のローターと数本のプラグの位置を交換することができるため鍵の個数は膨大な数になり、1文字打つたびにローターが回転し回路が変更されるので、 単純な返ジ式暗号とは違い、同じ文字がその位置によって別の文字へ変換されるなど複雑なものである。操作も簡単で特別に訓練を積んだ専門家でなくても扱うことができた。エニグマの暗号機そのものはやがて連合国側も手に入れ解析を進めたが、コードブックのダッシュ以外の方法ではなかなか解読することはできなかった。解読は不可能かと思われた。 エニグマであったが、イギリスの暗号解読者、アラン・チューリングらによって、理論的な解読がなされることとなる。チューリングが開発した理論でも膨大な計算が必要であり、最初は手作業による人海戦術で計算を進めていたが、やがて開発された暗号解読機、通称ザボンベによって大きく手間が軽減されることとなる。このボンベは、 計算を行える機械としてその後のコンピュータの発明にも影響する。暗号解読法は軍事機密であるため、対戦終了とともにボンベは廃棄されてしまい、現在は残っていない。このように軍事機密として闇に葬られてしまった暗号の歴史も少なくないと考えられる。またこの頃には戦況の変化のスピードが高まり、 暗号通信にも速度が求められることとなった。単純に複雑なだけでは暗号化や複合に時間がかかり、実用性が乏しくなってしまうが、暗号機の登場は暗号化の速度向上にも貢献している。だが、それらの裏を書くかのごとく、アメリカ軍は、アメリカ先住民ナバホ族の言葉である、ナバホ護を、第二次大戦中に電話通信の暗号として利用した。 ナバホ族出身の兵士同士が会話をするだけなので、通信はとても早く正確で、ナバホ族の言葉は大変複雑な上に類似する言語が存在せず、日本軍は解読どころか暗号文を書き留めることすらできなかったという。これらのエピソードは映画ウィンドトーカーズでも描かれている。だが、その日本も外務省と在ドイツ日本大使館の間で、 重大な軍事機密事項の情報連絡を早口の薩摩弁で行うという同種のアイデアを実行している。これについては通常の国際電話で会話したためアメリカ軍は当然のごとく傍受したが解読に困難を極め最初はほとんどまともに解読ができなかったという。また日本の外務省電文や海軍はエニグマを過信しコードブックの変更や 秘匿の維持を怠ったため、連合国に早期に破られてしまったのに対し、陸軍は開示式暗号を併用した複合暗号を使用し、しかも表意文字と表音文字を織り混ぜたものだったため、解読が大幅に困難になった。基本的な解読法が判明したのは戦争の、数制も決まった1944年末で、完全な解読は終戦までできなかった。 1940年代、第二次世界大戦終了前後に開発が始まった、プログラム可能な電子計算機の登場は、機械式暗号の信頼性をさらに失速させる。コンピュータは自由に、プログラムを設定でき、任意の機械式暗号をシミュレートできる上に暗号化、複合のスピードも桁違いで、暗号鍵を総あたりで調べる暗号文を統計処理して、 暗号鍵を推測する等暗号解読の強力なツールとなる。初期のコンピュータにはコロッサスのように暗号解読を目的として開発されたものもある。一方で1947年のトランジスタの発明、1958年の集積回路の発明など半導体技術の進歩は暗号にも大きな影響を与え、機械式では実現不可能な複雑なアルゴリズムでも 実現可能になった。信頼性の高い暗号が手軽に利用できるようになったのも、コンピュータや半導体技術が出現してからである。1970年代、ホルスト・ファイステルにより、返事式暗号と点値式暗号を組み合わせた返事、点アザ暗号が提案され、での原型となる、ブロック暗号ルシフェルが誕生した。エニグマなどの機械式暗号は、ブロック長が、 数ビットで、開示表の切り替え周期の長さと、その統計的ランダム性を向上させた、開示式暗号であるが、ブロック暗号は、ブロック長を64から128ビットと大きくし、開示と展示を繰り返すことで、暗号文を作成する方式である。単純開示式暗号の開示表の種類は26サイズであるが、ブロック長が64ビットの時、という巨大なサイズとなる。 ただ、ルシフェルの開示表の設計には問題があり、解読が容易であった。そのため、的確制定の際、当時のコンピューターを駆使して SBOX の検証が行われた。しかし助言した NSA が SBOX の設計方針を明らかにしなかったため、裏口を仕掛けたとの疑惑が残った。ブロック暗号の歴史は、ブロック暗号歴史を参照。コンピュータの性能が向上するにつれ、 暗号の安全性は、コンピュータを持ってしても解読を防げる程度にまで達したが、暗号技術は別の壁にぶつかる。共通鍵暗号で通信をするにはあらかじめ鍵を相手に送っておかなければならないが、その鍵を暗号化せずにそのまま送信すれば、第三者に盗まれてしまう。安全に鍵を配送するのは、多額のコストがかかり、これが鍵配送問題と呼ばれる問題である。 鍵配送問題の例として、敵国に侵入したスパイに暗号鍵を送信していると推測される放送もある。鍵配送問題を解決すべく、1976年にホイット・フィールド・ディフィ・ディフィとマーチン・ヘルマン・ヘルマンが公開鍵暗号系の概念を提案する。これは、共通鍵暗号系と違い、暗号化と複合に別の鍵を使うというアイデアである。 暗号化の鍵は誰でも入手できるように公開しても、よく、送信者は、その公開鍵で暗号化して送信し、受信者は、複合鍵で平文に戻す。公開された暗号化鍵では複合できず、複合鍵は受信者しか知らないので、通信の秘密は保たれる。具体的な公開鍵暗号方式として、有名な RSA 暗号は、その翌年に発表された。 その後、ラルフ・マークル・マーケルとヘルマンの2人が、公開鍵暗号方式であるマーケル、ヘルマン・ナップサック暗号を提案したが、この暗号方式は後に解読されてしまった。暗号ソフトウェアは、フリーウェアとして公開されている、PGP などもあり、誰でも安心して通信できるようになった。現在ではもっぱら、ソーシャルエンジニアリングによる鍵や、情報の流出の危険性の方が問題となっている。 コンピュータのパスワードを複雑なものにする、パスワードのメモを机やゴミ箱に放置しないなどの対策が必要となる。典型的な暗号方式である RSA 暗号の信頼性は大きな数の素因数分解が困難なことに依存している。もし量子コンピュータが実現したとしたら素因数分解が短い時間で可能になるので RSA 暗号は破られることになる。 漁子を利用した漁子暗号も研究が行われている。日本では1930年代から機械式暗号を開発、使用を開始した。しかし多くは他国に解読され、第二次世界大戦末期には外務省や陸軍、海軍の情報が筒抜けとなっていた。第二次世界大戦後の日本の暗号の使用状況は秘匿されているが、1977年に、 オーストラリアの元外交官が執筆した著書の中で日本の外交通信暗号はすべて解読されている。最近は解読不能な暗号を作成することはさほど困難ではないのに日本政府は解読された古い暗号を依然として使っていると言及。外務省が調査した結果元外交官が指摘する暗号とは電報略号を使用した機密性の低い通信であることと結論付けている。 この際、正式な暗号の乱数表の作成は、癖が出ないようコンピューターを利用していること、乱数の連絡も、電報のほか実機テープなどを利用していることが明かされており、1970年代の暗号を取り巻く状況が垣間見れるものとなっている。なお、1970年代には、ウクサ協定諸国による盗聴システムが稼働しており、どこまで取得されていたかは明らかではない。 以下の用語は、おさだ順行、暗号による、暗号学の用語では、普通の文そのままのものを、平文、暗号にかけるものを、原文という。長田の順行、暗号によれば、号元外交官指摘の事実、略語伝報を解読、朝日新聞1977年4月10日、長官、13番、22面。ありがとうございます。